共同会は、広島県尾道市に本部を置く指定暴力団。2019年末時点の勢力は約90人。前身は高橋組。昭和20年10月、高橋徳次郎は、広島県尾道市久保2丁目の新街の遊郭に新居を建て、爆地を始めた。その後、高橋徳次郎は、自宅に高橋工業部の看板を掲げた。 高橋徳次郎は工業の仕事を岐阜津川義太郎に任せ、自身は賭場の運営に専念した。かつて日立造船で働いていた森田幸吉は高橋徳次郎から酒をもらい、高橋徳次郎の若手となった。昭和26年4月23日、高橋徳次郎は尾道市議会議員に立候補し、第3位で当選した。その後、 高橋徳次郎はヤクザから引退し、戸場を森田幸吉に任せた。昭和30年12月、高橋徳次郎は広島県県議会議員に当選した。昭和42年、並谷森幸は強制解い神祖、日が実組,組長から美能組、小原組との和解を依頼された。日が実のの提案は美能構造が、 山村達夫への報復を止めるのならば、美能構造を組長として、美能組、豊井、上祖、小原組を統一するというものだった。日上実は、森田幸吉と、合代家、浜辺一郎総長に、自分の提案を示し、合意を得た。並、谷森幸は、美能組幹部、矢部内勲夫と共に、札幌刑務所に行き、美能構造を説得した。一回目、 二回目の説得では、美能構造が納得しなかった。並、谷森幸は、三回目の説得で、美能構造を説得した。山田久志が、共生会関係者を説得し、日上実の提案に合意させた。同年12月、広島県警尾道警察署は、野球賭博容疑で、高橋徳次郎や高橋組主要幹部を逮捕した。昭和十四年一月、 森田幸吉が、元高橋組組員を中心に、小道周辺の暴力団組員を集合して、共同会を結成した。昭和44年11月、共生会11会組員と共生会村、上祖組員が喧嘩をした。これをきっかけに、第三次広島構想が勃発した。昭和45年、下関市の郷田一家、郷田光一総長の提唱により、 半山口組同盟、関西初加会が結成された。加盟組織は、郷田和也、大阪市の松田組、神戸市の田,田明会、姫路市の木下会、岡山市の浅野組、広島市の共生会、北九州市の工藤会など。同年4月、森田幸吉は、高知県高知市に、共同会高知支部を設立した。同年5月、森田幸吉は、愛媛県今治市に、 共同会今治支部を設立した。昭和46年8月、浅野組との抗争の中で、理事長が射殺される。同年10月に理事長の組葬が予定されたが、寺院側から断られたほか、警察からは、ギりかけであるとして、中止の警告が行われた。同年9月20日、副幹事長が、尾道市の路上で浅野組組員を襲撃。 組員の乗用車に車で体当たりで足止めをした後に拳銃を乱射したもので二人が重軽傷昭和47年1月共同会高知支部と山口組合友会の間で覚醒剤密売利権のトラブルをきっかけに抗争が勃発した同年5月兵庫県有馬温泉で山田久志と森田幸吉の手打ちが行われたナコードは第二本平和会 平田勝義会長がなった。手打ち式の後、並、谷森幸と山田久と森田幸吉は兄弟分になることを約束した。昭和54年4月16日、三代目山口組、田岡和夫組長は、田岡和夫の自宅で山田久、森田幸吉、浅野組、浅野新一組長、共生会、門構想団役とあった。この席で、 山口組と、それぞれ関西20日会に所属していた共生会、キャンド会、浅野組との共存共栄路線が確認された。昭和56年9月、森田幸吉は香川県高松市で新キャン会を結成させた。昭和62年、森田幸吉は熊本県熊本市の熊本同士会を参加に収めた。昭和63年、 西日本初火会が結成された。関西初火会とは違い、特に山口組を仮想敵とするわけではなかった。西日本初火会の加盟団体は、唐津市の西武連合、下関市の郷田和也、広島市の共生会、尾道市のキャンドー会、笠岡市の浅野組、松山市の松山連合会、岡山市の木下会、徳島市の勝浦会、高松市の神話会、 大阪市の並谷組だった。平成元年7月、森田孝吉は自身の提案であった西日本初課会を結成した。平成元年10月、森田孝吉は後目を共同会副会長、森田和夫に譲った。同年11月、森田孝吉が病死した。平成2年12月、森田和夫は会の名称を二代目共同会に解消した。 平成5年3月4日、広島県公安委員会は、共同会を指定暴力団に指定した。平成8年2月、4代目共生会、2代目共同会、3代目浅野組、6代目郷田和也、神話会は、神木会、五社会を結成した。平成13年5月、森田和夫は、共同会理事長、池沢望を後継に指名した。 平成19年3月22日、神戸市名田区の山口組本部で、池沢臨と山口組若頭補佐、寺岡治は、5分の兄弟坂を交わした。ありがとうございます。